実際オファーっていうのはなかなかなくて、もっとやってくれよと初めての経験でしたね。ポリさんの方でね、宣伝の方よろしくお願いします。森脇対談とかね、何も考えてないパッパラパーっていう底辺中の底辺だというふうにポジティブなエネルギーを出していくことによって、自分だけの思いでやりたくはないな。今年、15年ぶりに FMFC に戻ってこられました。はい。この経緯っていうのはどんな感じだったんでしょうか。うん、京都をね、契約満了になった後にチーム探しにいろいろと苦労してたっていうところがありまして、まあ実際オファーっていうのはなかなかなくて、年末ぐらいかな、愛媛FC側といろいろコンタクトは取らせてもらってたんですけど、その後になかなかそこからもいろんなことが進んではいかなかったんですけど、まあ年始愛媛 FC もシーズンが始まる前にもう一度コンタクトを取らせてもらったところ、オファーを出しますという話をいただいてオファーをもらったっていうところですね。で、今シーズン加わってっていうところで、ボランチとかでの出場もありますけど、今シーズンここまでを振り返ってどんな感じで来ていると感じていますか。はい、まあ本当に自分自身としてはもう不本意なシーズンですね。やっぱりね、ピッチの上で愛媛FCに貢献したいなっていう思いが強いんで、まあそれを達成できてないっていうのはものすごく自分の中でもこうフラストレーションがたまる、そんなシーズンになってるのかなっていうところは感じてますね。まあ年齢も年齢ということで、チームをね大きく見た枠組みでいろんなところを求められてる部分はあると思いますけど、でもやっぱりピッチの上に立ってピッチの上でチームメイトを引っ張っていく、そういう役割も期待されてオファーをいただいたというふうには思ってるんで、そういった意味では自分の中で貢献はできてないなと、愛媛FCで喜びを持ってこっちに帰って来させてもらいましたけど、まあそういう喜びを表現できてないっていうのは自分の中でものすごく悔しい部分ではあります。監督の石丸監督とは現役時代、石丸監督は現役時代も愛媛でプレーされてたと思うんですけど、はい、うん、なんかそのどんな監督というか、はい、だと感じてみますか。見た目はクールなところはあるとは思うんですけど、でも本当に内に秘める熱いものはあるというふうには思ってるんで、まあ現役時代も一緒に1年間僕はプレーさせてもらって、熱い方だなと、クールでも熱さがあってっていう、そういう方だなというふうには思ってましたけど、まあ実際こうやって一緒に帰って、今度は選手と選手じゃなくて選手と監督という立場になっても、そういった印象は変わってはいないですね。こんなこと言われたなみたいなことっていうのありましたか、その今年入って。もっとやってくれよと、頼むよ亮太とっていうのはよく言われてましたね。怪我なくねやってほしいというところはね常々言われてはいたんですけど、まあその思いを裏切るような形で今シーズンになってますけど、監督の一つのこうピースになれてないっていうのも自分にとって悔しい部分ではあります。ちょっと関係ないんですけど、先日宮崎戦で先発されたっていうところで、はい、森脇選手の動画、拝見させていただいたんですけど、本当ですか。はい、もうあの中で、はい、ちょっと気になったのが、帰りフェリーで帰られた。そうなんですよ。はい。あれフェリーでね。はい、はい。あれは初めてでしたか、さすがにその遠征で。初めての経験でしたね。まあ、試合が終わって、で愛媛に帰路に着くんですけど、バスとフェリーとバスか、それでね愛媛に帰ってきて、トータル何時間かかったかな、あれ。結構試合終わってからはねもうだいぶ立って帰りましたけど、本当にフェリーで帰るっていうのは初めての経験でしたね。まあ2時間かからないぐらいかな、1時間半ぐらい、半近くフェリーに揺られて帰りましたけど、まあ自分にとってもそういうね経験っていうのはものすごく楽しい部分でもありますし、やっぱねいろんな経験をすることによって人間力もね、少しは上がるんじゃないかなと。全く人間力上がってるところは僕の中で出てはないですけど、でも今後自分がね、人生を歩んでいく上ではものすごくいい経験をさせてもらってるんで、まあ本当に楽しみながらフェリーを乗って帰りましたね。
か本当珍しいなと思って。そうなんだからね、ああいうシーンも本当にね、その試合僕自身たくさんやらかしてチームメイトにねかなり迷惑をかけて、自分の気持ち的にも落ち込んでて悔しさが残る試合だったんで、動画の方もね、なかなかうまくこう回すことができなくて、動画アップするのもどうしようかなっていう風に思ったんですけど、でもやっぱりねそういういろんな、現状とかね自分の思いっていうのをやっぱりこう伝える必要はあるなっていう風に思ったんで、まあ包み隠さずいろんなことをこうオープンに公開はさせてもらったんで、まあ結構ね反響は大きかったんで、嬉しかった部分ではありますけどね、まあ、本当に多くの方はびっくりしたんじゃないかなと。試合後フェリーと、もうさすがにねフェリーの外に出てちょっと海でもね眺めようかなって思った気持ちもあったんですけど、ちょっと夜は怖いなと。もうね試合でもだいぶやらかしてメンタル的にもやられてるんで、そのまま海にねドボンしたらまずいなと思ったんで、ちょっと外に出るのは控えたんですけど、はい、でも本当にいい経験はさせてもらいました。いや本当に貴重なシーンというか、ああいうのは、はい、すごく価値があることだと思うんで、はい、ありがとうございます。いえいえ、ちょっとまた僕の動画なんかもコリーさんの方でねちょっと宣伝の方よろしくお願いします。2023年をどんな1年にするかっていうことも踏まえて、森脇選手が今現在考えていることを教えていただけますか。はい、今こういう例えば試合にあまり絡めなかったりだとか、怪我をちょっとしちゃったりだとか、自分がベテランになって若い選手に伝えていく、いろんなことを経験したことを言葉でも伝えていく、プレーでも引っ張っていく、もちろんプレイヤーとして出たい気持ちっていうのはものすごく強いですけど、まあいろんな正直引退後何がね自分にとってできるのかなとか、いろんな考えながらサッカーしてる中で、まあ、その中でも自分自身どれぐらいこの状況で成長をしていけるのかなと、何を今感じることができるのかなっていうのを自分に日々問いたいなという部分はあるのかなと。その中で、まあ、愛媛 FC でね来シーズンもプレーさせてもらうことができれば、愛媛 FC を必ずこう J2 昇格に導きたいなと。今シーズン本当に不甲斐ないシーズンを過ごしたというふうに思ってますし、チームにもね何一つ貢献できてないなっていう思いがあるんで、まあ、愛媛 FC が上に向かっていくために自分もエネルギーを注ぎたいなというところは感じてますね。ごめんなさいね、これ発表ある時にもしかしたら森脇対談とかねいろいろ出てるかもしれないですけど、はい、まあ、とにかく本当に愛媛 FC をさらにこう大きなクラブにしていく、していきたいなっていう思いは強いですね。やっぱりムードメーカーというかっていうのはチームにとってすごく大事な存在だなって感じてるんですけど、はい、なんかその森脇選手の性格っていうのはなんかどこで培われたっていうふうにご自身だと感じています。どこでなんですかね。やっぱりユースの3年間っていうのも大きかったのかなと思いますし、そこからプロになって、今日に至るまでいろんな人と出会って成長させてもらって学ばさせてもらってっていうところなのかなって。あとまあ何も考えてないパッパラパーっていう、ただそれだけかもしんないんですけど、どこで培われたのかっていうのはっきりは分かんないですかね。ちなみにそんな森脇選手がなんか自身でも叶わないなと思った面白い選手っていらっしゃいますか。いや、いっぱいいますよ。自分なんかね本当に底辺中の底辺だというふうに自分自身まだ全くねできた人間ではないというふうには思ってるんで、やっぱり面白い J リーガーっていうのもねたくさん今までいましたね。それこそまあね牧野もそうですし、アルビレックス新潟をね J1 に導いた千葉ちゃんなんかもね本当に面白いなと。そういう選手たちと一緒に僕自身もプレーさせてもらったっていうのはものすごく大きかったかなと。やっぱりねポジティブなエネルギーを出していくことによってものすごく流れは良くなるなっていうのはいろんなところで感じたんで、そういう明るい選手たちとここまで一緒にプレーさせてもらってる自分は幸せだなっていうところは感じてますね。はい、まあ、なんで本当にいっぱいいます、面白い選手というのは。 J3 の松本山雅のね田中パウロとかねめちゃくちゃ面白いなと思いながら見させてもらってますけど、やっぱりゴールセレブレーション、ゴールパフォーマンスですね、はい、あれをみんなでやったりとか、なんかその盛り立て方がうまいなっていう風にも見えていて、その辺なんか秘訣というか心がけていることだったりってあったりしますか。まあ本当になんていうんですかね、時と場合というか、やっぱりそのチームとかその選手の特徴を考え
考えていろいろやっていきたいなと、本当に独りよがりの自分だけの思いでやりたくはないなっていう思ってる中で、まあ京都にね行った1年目も京都サンガをね、少しを盛り上げるためにそういうゴールパフォーマンスが重要だったなというふうには思ってるんで、まあその時々のチームの状況によってとかっていうのはいろいろ考えてはいますけど、やるタイミングとかね、いろんな選手に相談させてもらってやったりっていうところはやってますね。もう飛び跳ねましたよね、お兄ちゃんの結婚式そっちのけでね帰ってきちゃった、ちょっとごめん間違えた、あここからもう戦いが始まってんのかと、もしかしたら27人目あるんじゃないのかな、なおかつ奥さんも美人っていうね、誕生日会をした時の風船が森脇タイプはあんまりいないなっていう